リノはアメリカ海軍の巡洋艦。アトランタ休憩巡洋艦の6番艦。艦名はネバダ州リノにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。リノはカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘムスチール社で1941年8月1日に寄港。1942年12月23日にオーガスト・シーフレリーヒ夫人によって、 命名、浸水。1943年12月28日に、艦長ラルフ・シー・アレクサンダー大佐の指揮下収益する。リノは、サンディエゴでの成長後、1944年4月14日に、第5艦隊へ合流するためサンフランシスコを、出港した。マーク・ミッチャー中将指揮下の、第58任務部隊に加わり、リノは5月19日、20日に、 南鳥島への航空攻撃支援で初の実戦に参加する。その3日後、ウェイク島への空襲を支援した。6月から7月にかけてリノは第58任務部隊の一連の戦闘に加わり、6月11日には、サイパン島、12日、13日には、パガン島、15日、16日には、小笠原諸島への攻撃を行う。6月19日、 20日には、マリアナ沖海戦に参加した。その後7月8日まで、リノは、サイパン侵攻部隊の支援に従事し、続いて7月17日から24日まで、グアム上陸部隊の支援、26日から19日に、かけて、パラオへの攻撃に参加した。その後再び北へ戻り、8月4日、5日には、小笠原諸島への最終攻撃を行う。 任務部隊は9月7日にパラオへ戻った。リノは引き続いて西へ移動し、9月9日から13日にかけてミンダナオ島への攻撃を行う。15日から20日にかけてパラオ侵攻を支援し、21日と22日はマニラとその周辺に対する攻撃を支援した。10月8日には南西諸島への攻撃を行い、リノは 第38任務部隊と共に日本本土に接近した。第38任務部隊はこの時点で他の主な艦隊よりも日本本土に最も接近した艦隊となった。10月12日から14日まで台湾への攻撃を行い、リノは敵記録機を撃墜している。戦闘の最中に1機の雷撃機がリノの主艦パンコ部に撃突、爆発した。 6番砲塔が爆発によって部分的に使用不能となったが、砲塔班長は敵機に対する火力の維持に成功した。レーテ島進攻の4日後、10月24日に、ルソン島海域で空襲部隊の支援を担当していた第38任務部隊は、クラーク基地からの敵機による大規模攻撃に直面した。 その中でも、リノが属していた第38.3任務軍は、第38任務部隊のうち10月24日に唯一攻撃された任務軍であった。空母プリンストンが攻撃を受け大破し、交代を余儀なくされる。リノは、プリンストンの消火と乗員の救助を命じられ、5度に渡って、プリンストンと並走、任務に当たったが、火災と煙は収まることはなかった。 リノは負傷者を救助し、火災を鎮火させるための努力を継続したものの、傾斜した、プリンストンの飛行艦班がリノに接触し40ミリ機関砲座を破壊した。プリンストンを維持する努力は続けられたが、弾薬庫が火災のため爆発し、夜間攻撃の目印となる可能性も考えられたので、ミッチャー中将の震源によりプリンストンの放棄が命じられた。 プリンストンは、リノと、アーウィンからの来撃により17時50分に、沈没した。翌25日、リノは、任務部隊に再合流し、映画の岬沖海戦に参加した。飛来後、エーセンズーニーの支援を受けるリノ11月3日の夜、第38任務部隊の、各任務軍は、ルソン島攻撃のため、洋上給油の後、指定された地点に分散しつつあった。 そのうちの第三十八点三人無軍はサンベルナルジの海峡でイ四十一からの雷撃を受け、リノの左舷に魚雷が命中し損傷する。リノは広範囲に波行を生じ、甲板が爆風圧で膨張した。艦は大きく浸水し、艦尾は海面スレスレまで沈んだ。乗組員の応急措置が功を奏して、沈没の免れたリノは応急修理を受けるため、 呼び寄せられた艦隊衛船ズーニーによって1500マイルを栄光され、駆逐艦4隻に護衛されながら、ウルシー艦礁に到着。ウルシーで工作艦ベスタルによって補強材が取り付けられ、艦艇部の修理を受けるためマヌス島に構想されて、同地の浮きドックで艦艇部の応急修理を行った。修理後、リノは自力でチャールストンに向かい、3月22日に、 本格修理のためチャールストン海軍交渉入りした。修理には7ヶ月を要し、その間に戦争は終結した。リノは、その後テキサスへ向けて出航。続いて、チャールストンに帰還し、寝台スペースの増設が行われた。リノは、マジックカーペット作戦に割り当てられ、フランスのルワーブルから、陸軍の兵士を二度帰国させた。 1946年の初めにリノは、ワシントン州ポート、アンジェルスに向かい、同地で11月4日に退役、太平洋予備役艦隊入りした。ブレマートンに係留されたリノは1949年3月18日に、クラマイナス96に、艦首変更される。 1959年3月1日に除籍され、1962年3月22日にニューヨークのコールエクスポート社に売却された。リノは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。また、リノを撃破した41話攻撃後未期間となった。ありがとうございます。